太陽は友達がんばれ。ソラエモン号はドラえもんを原作とした1993年3月6日に公開された日本の映画。ドラえもんのびたとブリキの迷宮の同時上映作品として制作された作品。アニメではなく実写によるドキュメンタリー映画であり、実際に制作されたソーラーカー、ソラエモン号の機能、特徴の紹介やソーラーカーラリーの模様を 主としている。監督は、高橋純配給収入、観客動員数、配給は、のびたとブリッキの迷宮を参照。本作で登場するソライモン号とは、タミヤから市販されていた、ソライモン号工作セットをモチーフに、小学館の依頼のもと、大阪の有限会社、柴門で実写として制作された、ソーラーカーである。 外観は工作セットの完成品とほぼ同じで、タケコプターをつけたドラえもんが腹ばいになって、両剣を前に突き出し、背中にマントを羽織ったような姿をしている。マント部分に太陽電池、両手足にタイヤが組み込まれており、あたかもスーパーマンが空を飛ぶような姿勢で地上を走る仕組みになっている。2000年代頃からは、世界最高峰の FIA 公認。 ソーラーカーレースドリームカップソーラーカーレース鈴鹿の上昇チームである大阪産業大学で保管、維持管理を行い各地小学校、各種公共施設への出前環境教育や展示でその活躍の場を広げた。2019年現在は日本自動車博物館に富士コプロから寄贈され保管、展示されている。日本国内外の多くのソーラーカーレースにも出場しており 作品中では1992年の朝日、ソーラーカーラリーに出場している模様が紹介されている。なお、ソーラーカーレースへの出場後、ソライモン号は、小学館に代わり、タミヤが保存していたが、2008年5月にレスとアされ、以降、大阪産業大学預かりとなっている。2012年3月にはタミヤより、ドラえもんソーラーカー、 ソラエモンゴー工作セットのリニューアル版が発売。本体は同じだが、ソーラーパネルが三角形から四角形になり、発電電流が従来よりも30%アップ、している。AB、ソーラー、ソラエモンゴー記事、タミヤニュース、モータースポーツフォーラム、ソーラーカーレース、モータースポーツフォーラム LLC、2020年10月17日、閲覧。 小松の自動車博物館にソーラーカー石川県のニュース報告新聞社アーカイブに2019年9月初0ウェイバックマシンドラえもんソーラーカーイズリストアードドラえもんソーラーカーレストアへソラエモン号故郷に帰る大阪産業大学ソーラーカープロジェクト2008年8月22日ソーラー工作シリーズナンバー8ドラえもんソーラーカーソラエモン号工作セットタミヤ公式製品紹介 ソーラー工作シリーズナンバー8ドラえもんソーラーカー、ソラえもん号工作セットドラえもん映画作品。ありがとうございます。